はい。皆さん、こんにちは。尺八ワンポイント講座の時間がやってまいりました。尺八奏者の鯨岡徹です。 今日は、尺八を吹くときに使う基本的な技法っていうのがあるんですけれども、当たりですね。当たり。これについてちょっと紹介したいと思います。僕はもともと、まあ、登山流出身で吹いてたんですけれども、その時は一切習いませんでした。えー、ひじり流、今の師匠、福、え、田、ー、てるひさに、えー、習うようになってから、まあ、金庫流をベースにしておりますので、当たりという技法を習いました。で、それは何かというと、例えば、つを演奏するときにですね、つの指のまま、 くのではなくて、例えば2項などを2項を開けておいてこの指の状態のまま吹く閉じて吹くこの指から閉じて吹く、ね、4項を開けておいて4項を閉じて吹くとかですねあとは例えば「チなんかを吹くときは4項を開けておいてチ「チ、こうやって吹く「ろ、ね」ロのときは2項なんかを開けておいてロ「ろ」「ろ」と吹く。 3あたりでもロ「ロー」「ロー」というふうにこうやって吹くっていうのはああ開けてる指を閉じながら吹くっていうのが当たりでこれをやるように、えー、練習しましょうというふうに言われました練習する方法は2種類あってまず、まあ、ちょっと「ツ」でやってみますけど空いてる音がしてツーって聞こえるパターン空いてる音がせずにツの音しか聞こえないパターン うん、この2種類を意識的に使い分けるように。もちろん、閉じてる状態から拭くっていう。これも加えれば3パターンですよね。これを全て意識的に使い分けて吹けるようにしましょう。っていうことを言われました。で、かつですね、当たりをするためには、終わり、終わった後に指を離すというアクションが必要になります。なので、指が離れた音がする終わり方。指が離れた音がしない終わり方。 この2種類も意図的に扱えるようにしなさいというふうに言われました。やってみると、指が離れた音がするパターンで、まずやってみましょうか。こうですね。で、指が離れた音がしないパターンは、微妙な差ですけれども、ね、こういうふうなのを使い分けてやるように。ということで、これも、 そのまま終わるっていうのもありますから、えー、3パターンですね。それの組み合わせで、えー、尺八の表現というか、まあ、立ち上がり方、終わり方、それぞれいろんな表現ができると。えー、尺八っぽい表現になったり、えー、尺八らしさっていうのが、まあ、乗ったり乗らなかったりっていう風なことですね。で、これの役割っていうのは、音を立ち上げやすくするっていう役割もあります。尺八らしくこえる技法としてもありますし、えー、音が 立ち上がりやすくなるという理由もあります。で、僕はそれをね、えーまあ、20代の頃でも、えー、初めて言われたことだったので、一生懸命癖になるのではなくて、意識してコントロールできるように、すべて使い分けるように、ものすごく,よく一生懸命練習してできるようになったんですけれども、ちょっと最近思うことがありまして、なんでこうポンってやると音が出やすいのかと。最初の頃は、こうやって閉じる力。 そして唇をバグッと閉じる力。それと、音を出すぞっていうような、そういう3つの気持ちが合わさりやすいから、音が、あ出やすいのかなっていうふうに思ってました。で、実際そういうふうに思って指導してることもありました。3つの気持ちが揃うから、音がボーンと出るんだよなんてね。うん。なんかもっともらしいんですけれども、まあそれもあるかもしれません。口を閉じるタイミング、指をバチッとこうね。 力強く落とすタイミング、音を出すぞっていう気持ちが揃う。それが反応して、音としてバーンと出ると。ね。で、えー、それ以外のこと、ここからちょっと、信じるか信じないかは、あなた次第の、なんか嘘科学っぽい話になっていきますが、ついてきてくださいよ。<laughs> えっと、尺八の音って、えー、なんだと思いますか、皆さん。それは空気の振動ですよね。まあ、音ってすべて空気の振動じゃないですか。空気の振動。ああ、なるほどな、と思った時に、この、 当たりをした時にすでに実はこれ、つの指ですけど、つっぽい音鳴ってませんか聞こえるかな。ロだったら、なんかロっぽい音鳴ってますよね。えじゃあこの空気の振動がもうすでに音として存在しているから、ここにふっと息を送り込むと、よりその音が鳴りやすいんじゃないか。すでにもう、この周波数が生まれてるから、その生まれた周波数をなんか後押しするような感じで吹くから、 っていう風に出やすいんじゃないかなっていう風に思うようになったわけですよ。これ、ちょっとなんかブランコブランコがこう揺ら、ブランコを揺らすのをちょっと皆さん想像してくださいよ。ブランコ最初、ただブランとなってるだけだったら動かないじゃないですか。で、皆さんどうやってこにこに始めます大体の人は、こう、 あの、後ろにこう下がっていって、立った状態、なんかこう、後ろに限界まで下がっていって、うわーって,ってその勢いをつけて、こぎ始めますよね。勢いつけてこぎ、こぎ始めると。それが、このスタートなんじゃないかなって思うようになったわけです。そして、ブランコってこう、その、最初のスタートの勢いだけだと、止まっちゃいますよね、いつか。でもその、揺れが、ずーっと続くように、皆さん、なんか、タイミング合わせてこうやって、やるじゃないですか。うん。 タイミング合わせてやってるとずーっと揺れてる。あ、ちょっと今日はもうこのくらいに話ししときましょうかね。はい。なので、ブランコに重ねたとき、タイミングに合わせてこうやってやってるものって何だろう。それは、次の動画でお話ししたいと思います。次の動画も嘘科学っぽい話なので、ちょっと注意してみてください。ありがとうございました。しゃがちワンポイント講座でした。